いい景色。母校全体が見渡せるし、海もキラキラ光ってて。あれ、指揮官さんも一緒に見たいんですか？朝日が眩しい。今日もいい日になるといいな。この花、なんて名前なんだろう。指揮官さんは知ってますか？母校の子たち、みんな楽しそう。私もちょっと混ざってみようかな。指揮官さん、一緒に来てくれますか？あ、気をつけてください。ここ天井低いので頭をぶつけちゃうかもしれませんから。ここからだったらいい写真が撮れそうだけど、天気がいいから逆光になっちゃうかな。そろそろ降りようかな。あ、手を貸してくれるんですか？ありがとうございます。急に変なことしないでください。もう、待って、残りの任務早く終わらせた方が良くないですか？任務完了したみたいですね。じゃあ私は一旦これで。手紙が来てましたよ。机の上に置いてるんで、早めに読んどいてくださいね。お疲れ様です、指揮官さん。帰ってくるところ、見えてましたよ。ごめんなさい。敵ですか、指揮官さん。え、違う？じゃあなんでここに？今度はどうしたんですか？あ、そのぬいぐるみ私のだ。ありがとうございます、指揮官さん。どこの世界にもいろんなルールや規則があるけど、それにこだわってたら守れないものもある。そう思いません？
この世界はまだちょっと慣れないけど、少しでも自分にできることをやりたいから、これからも器用じゃないなりに頑張ってみますね。あ、委託のみんなが帰ってきた。うん、私も前に進める。アクセスモード、あ、違った。よかった、間に合った。うっそ、全然やばい。みんな、一旦撤退しよう。なんとかビーム。私は大丈夫。